それでは皆様、話し合い開始前にマイクのミュート解除、お願いいたします。9分間の話し合いを開始してください。どうぞ。おはようございます。おーすーす。うん、なんか、そうだねお、なんかやりたいことある人います？なんかやりたいかなって思ってたんですけど、でもなんかまあ簡単なやつがいいかなと思ってたんで、そうですね、白リレぐらいをやっとくのがいいんじゃないかなと思ってたんですけど今日の作戦の一旦一回やってみませんか？やりましょうえ、じゃあ僕起点になっていいですか？どうぞ。あ、もういいじゃないですか。じゃあ一旦マイマイさん。ありがとうございます。おー、しっかりだよね、わかんなーす。あ、ザポンさん。そりゃそう。Kさんで。はい、じゃあ、元気さん。おい、あ、じゃあ、ここで止めてもらって、僕、霊媒師なんですね。で、おお、面白い。今日やりたいことが、今選ばれた、マイマイ、ザポン、羊飼い、Kさんが最初に投票を持ち、その3、そこにしか投票できないっていうルールにします。おお、なんか、面白い。そうなんだ。全員がってこと？全員です。ああ、投票対象ってこと？ケイさんがマイ、違います。どう違う？マイマイさんザッポン、マイマイザッポンの入れた人に投票だったね。投票ですよってことね。今日、はい。まあ、わかんないですけど、これが全員自分だった場合やばいんですが、おそらく人間がいることをかけて人間が投票できる人狼を釣りに行くっていう作戦です。その3人が投票対象が重なることは OK としますか？ OK です。その場合、まあ2ランしてみたいな感じですね。うん、OK。うん、面白い。やりましょう。面白い。まあ、止まるわな。まあそうですよね。じゃあ、まあ、3人が精査しやすいように喋った方がいいんでしょうけど。あ、そうですね。そしていただけると嬉しいですけど。まあ何もなかったら、僕回ってきたらザッポンを下げようかなと思ってて、なんか表情が軽いなぐらいの、まずはそこから行きます。はい。と思ってたぐらいです。今のところ。誰が怪しいはないです。今聞き喋ります。若干なんですけど柴犬さんの表情が硬いなと思ってました。わかる、めっちゃわかる。そうなんだ、なんか表情が硬い後にあ、みんな何も喋んないんだってふわっと笑顔を作ったのがどっちなんだろうなって思ってましたっていうのだけ一応落としてきます。なんかこれ思ったことが、なんか割とその投票を決める人の中に人狼固まってた方が私はいいと思ってるんですけど、これをわかる人います？私はそっちの方がすごい情報になるかなと思って。2日目以降ね、2日目以降そう、ね、初日で狼をあの早釣りしようとかいう考えじゃなければ最終的に得られる情報は固まってた方が強いかなと思ってます。狼がどこまで作戦するかによって変わるんで分かんないですね。うーん、僕割となんか逆で考えてて、あんまり狼にライン切れの効率を与えたくないなと思ってるんですよね。なんか変に狼が今日ライン切れをしてそれをなんか後に使わせたくないから、少しあんま考えたくないなと思ってた。いや、だってライン切りできないじゃないですか、固まってたら。固まってたら、あの投票対象内に入らなそうだからってことですか？そうそうそう、そうです。いや、なんか一番めんどくさいのが、3人の中に一郎とかいた場合に、まあ、その一郎がもう一郎に投票を入れると、結構なんか強いライン切りになったりするから、うん、一応なんかちゃんと僕は理由を持って入れてほしい。軽い気持ちで入れられちゃうとライン切りっぽく見えちゃうから、明確な理由を述べてから、ちゃんと投票してほしい、その3人には。まあ、ライン切りしてても狼釣れるのは何でもいいですけどね、俺。もう。ライン切りお願いします。だから考え方次第じゃないですか。まあまあ。なんか、そうだな。剣士がもし例えば人狼だと仮定したときに、軽マイマイザッポの中には仲間がいなさそうかなって思ったぐらい。ただ理由はめちゃくちゃ薄くって、元気さんからの提案で、仲間がそこに入った時にあんなに話聞いてないのことあるかなって思っただけけどね、これね言っといてあれやけど逆もあんねんな。入ってて聞いてなかったからあれあれあれって焦ったっていうのもあるかもしんないから逆もあるなっていうぐらい悩んでます。ありがとうございます。柴犬さんの話聞きたい。なんか慎太郎さんがすごいライン切りっていうところにこだわっているなって僕は思ってたから、それをどう捉えるかをずっと考えてた。慎太郎さんが人狼だった時に計算マイマイザッポンのところに人狼がいて、そのライン切りをさせる構図を取ろうとしているのか、
もしくはグレーのところにたくさん人狼がいて、そのライン切りっていうところに関してなんかその否定をさせようとしている人物なのか、なんか どっちか分かんない。で村人だった時は普通になんか懸念をしている状況なんだろうなって感じで思ったって感じかな。だからそれ以外で拾えてはない。それだけ結論どっちなん、怪しみ、ちょっと怪しみぐらい、ちょい怪しみぐらい。え、カラスマさんには何か思ったんですか、柴犬さん。じゃあカラスマさん話の起点になった人、カラスマさん自身はその慎太郎さんに対して結局結論は同じこと言ってたなと思ってるけど、慎太郎さんの方がこだわってたなって印象です。まあ同じじゃないと思いますけどね、多分。そうなんだ。うん、むしろ逆だったと思う、僕とカラスマさんの意見してたような感じだと思う、話は。僕はそういうふうに思っちゃったですね。うん、まあ、柴犬さんの発言内容になんかちょっと違う良さはあったかもしれんけど、僕は慎太郎さんが怪しくて柴犬さんの方が人間だと思ってる。僕もそっちの意見です。シンプルに慎太郎さんの警戒が早すぎるなと思ってる。それ言っちゃったら人狼がその行動を取らない可能性が出てくるから、もうちょっと人狼に、うん、なんか余裕をもなんか泳がせてもいいかなっていう、得れる情報を塞いだ気がするから慎太郎さんが怪しい。嬉しそう、嬉しそう、しばけさん。いや、なんか そう言いたかったって思った。上手に伝えられなくてごめんって感じ。一応マイマイザポン K さんってお互いに投票もできるので、お互いの話もちょっと知ってもらえると。私ね、慎太郎さんが理由まで言ってほしいって結構村感情かなって取っちゃった派なので、あーそうなるんだっていうのと、柴犬さんの疑いはまだ引き続いてるのと、ハイブリさんを疑っています。理由はさっきの発言で、結構加賀田さんとつながってないラインっていうのがそれこそ早いと思ってます。みんながまだは、うん、なので一旦話聞きたいと思ってるぐらいです。いや別に早かったと思うよ、うん、だって無理やり意見出してるもん。君たちの精査が進めばいいと思ってるからね。私方も人狼っぽいなって思っちゃったぐらいで全然変わるんですけど、うん、はい、加賀島さんから、ちょっとだけ思ったのが、理由を述べてほしいっていうんですけど、この 4名でしたっけ、4名が挙げた先になんか投票したくなかった場合ってなんか理由もくそもないような気がしてて、お、独自路線行ってるから村人か。おい、調整ないぞ。独自路線よ。今聞いた。なるほど。カラスマさんって今の感じだともう明確に投票した人いるって感じですか？いや、うん、そんなにないですかね。あ、そうなんです。だから正直あの理由をあんまり言いたくないんですよね。どっちかっていうと。うん、堂丸さんは今どう思ってます？まあ、梅健さんがいいなと思ってるのと、回り回って慎太郎君に投票しようかなと思ってます。今木の柴犬への評価ってどう？怪しいんで、俺は柴犬のこと人間だと思ったけど発言して、今木はどう思ってる？どう変わってる？あ、僕は慎太郎さん柴犬さんだと、あ、うん、結論ね、うん、フラットちょ、まあ、でもちょい怪しいぐらいです。ただ慎太郎さんの方が怪しいは僕も同意派。え、そのひろきさんとし今木さんって慎太郎さん愛しいって僕と一緒ですか？柴犬さんと。あ、いや、僕は柴犬のことを人間だと思ってる派で、カラスマさんの、2つ目の発言より1回目のなんか尖った発言で人間っぽいなって思った人です、うん、かな。そうなんだ、ね、なんか僕は慎太郎、カラスマ、工藤丸って全然自分たちな、こうなったらいいなって未来言ってるだけだと思ってたから、うん、そこになんか怪しい怪しくないって別にそんなにつけてなくて、うん、まあ、と僕目線も別に夢犬柴犬をそんな疑ってるわけじゃないですね。なんかそういう意見が出るのもわかるんで、うん、梅健さんがね、白っぽいっていうのはなんかわかるんだよね。オリジナルの意見を出そうとしてる立ち位置みたいなところでね。なんかひろきさんの精査の仕方が村っぽいなと感じてます。うん、あとは、まあ、慎太郎くん、烏丸美雪の2人に関して、まあ、慎太郎くん疑わしいっていう意見も理解はできるけど、何もない状態から自分の意見を発信しようとしたのが僕含めこの3人だと思ってるから、そこは評価してもいいんじゃないのって思ってるから、あんまりそこにバーって攻められてと。それでは話し合いが終了となりました。投票の時間です。投票お願いします。どうぞ。はい、投票します。ちょっと村と意見違うかもしれないけど、僕は柴犬さんに投票したいというふうに思います。柴犬さんが慎太郎さんのことを村、まあ、村家庭、狼家庭で言って、ひろきさんに質問されたときに結局わからないっていうような返答だったんだけど、梅健さんは明確に慎太郎さんに殺意を向けて、柴犬さんはそれに同意って言ったのが、まあ、言葉釣りかもしれないけれど、じゃあその時柴犬、慎太郎さんのことを出して言えばよかったじゃんっていう感じがするから、まあ、柴犬さんで、マイマイはわからないけど、Kさんは結構なんか、なんだろう、発言一つ一つ結構な共感性が僕の中で高くて、まあ
一番笑顔だったっていう理由で選んだんですけど、よかったなと思ってます今のところ。以上です。じゃあ投票します。どうしようかな。柴犬さんに重ねます。というのは理由があって、ザッポンさんと K さんが信じられたからです。投票をお互いがぶらすときに3択ぐらいになったとき人狼って釣れないと思ったんで、私は信じられる2人がいるならば投票を合わせようと思います、自分が候補だとしても。で、正直入れたかったのはやっぱりハイブリさんで、その後の更新が何があったのかっていうのが聞けなかったので、意見は出してくれたなと思ってるんですけど、その後の考察からあんまり推理してない人間に見えてしまった。以上です。投票します。僕も同じで投票先2つにしようと思っていたので、2人に選んでもらっていいと思ってました。で、僕は柴犬さんをもしないならば選ぼうと思ってたんだけども、3秒になっちゃって選択肢が与えられない状態になるので、一定数声の高かった慎太郎さんかハイブリさんにしようと思ってます。慎様の方が声があった、ハイブリさんは正直かわいそうだなと思ったので、あの理由であるのね。まあ一応慎様にしとこうかなって感じです。僕は慎様に関して特段怪しいとも白いとも思ってないです。通します。占い師で柴犬さんが人間です。だから早い段階で何とかしてほしい多分ね、信仰の根本がこれできなくなっちゃったんで、なんか何とかしてほしいって感じ。また一応霊媒師の元気さんには最終票を持っていい感じにしてほしいっていうのと、うん、あと僕別に梅犬さんをそこまで疑っていない。梅犬さんが僕に関してヤバ感っていうのは、逆に僕は村の推理っぽく感じてるんで、むしろそれに乗ってきたうちに人狼がいるって思ってるぐらいかな。今木さん、工藤丸さんあたりかなと。はい、柴犬が投票するしかないのこれ。どうなの、まあ、今喋り始めたから投票するんですけど、どうすりゃいいんですかこれ。初日の議論の印象で梅犬が僕は印象が良かった、僕の言いたかったことを言ってくれたから、3点 K さん、マイマイ、雑本の中だったら K さんの印象がいい、マイマイのその思考2点に絞るというやり方が分かる、雑本の意見が分からんかったが投票する位置じゃないんだろうな、投票完了してるしって感じ。分からないこれ。うん、はい、今木さんに投票します。慎太郎さん、投票はどなたに？すいません、忘れてました。投票は工藤丸くんでお願いします。はい、では、一応、ルール上、柴犬さんも、今木さんに投票したという形で、処理をさせていただきます。では、続いての方、どうぞ。工藤丸、投票します。とある理由で票を持ちたかったんですが、まあこの段階で投票するんならハイブリッドセンサー1票で、正直前々に疑われたっていうか攻撃された時の不満げな表情とかから、正直ハイブリさんは自分が村人だって意識が強い人なのかなと思って、今日は慎太郎くんズルめちゃめちゃしたかったんだけど、まあ真なのか偽なのか置いといて返されちゃってるんで、まあもう時点でもハイブリさんかな、ケイさんの言うかわいそうってのもわかるけど、正直好き好みにしかならん、広げてる印象があったっていう一点のみでハイブリさんに入れてます。投票します。マイマイに投票します。僕、慎太郎、からすまみゆきが、まあ、羊飼い系マイマイザッポの3人の精査を進めるために何もない状態から自分の今思ってる内容を披露して、そこに対して反応したのが柴犬、梅犬、今木だったと思います。それに対して柴犬さんに対してひろきさんが精査を伸ばしているから、ひろきさんが村っぽいというふうに僕は意見を出しているのに、更新がないと言われたし、評価してほしいという内容も伝えたと思っているが、何を聞いてくれてたんだろうっていうところには K 君とかがかばってくれたけど不満がめちゃくちゃあります。工藤君の今の僕への投票もちょっと気になる。僕しかないは分からない。以上です。投票します。投票はハイブリさんに入れます。理由はまず慎太郎か柴犬の白を持っている場合は議論中に出るべきだと思っているから人外っぽく映るの でかつ慎太郎が人外っぽく映る場合は、投票を抱えている中に真の占い師はいないと思ってます。
いる場合は即投票から使用すれば慎太郎が釣れる可能性があるから、だから投票が終えてる人に投票するというのはかなり危ないかなと思ってしまったので、ハイブリさんに投票します。今木投票します。投票はあんまいい投票じゃないと思いますが、高田健志さんに投票します。基本的にはね、慎太郎さんが偽物かもなと思っているのは変わらない、同じ意見なので、ちょっと消去法的な投票になってしまいます。雑感で人間だと思ったのが工藤丸さんで、ひろきさんのことを人間だと思っており、そこを拾ったハイブリさんのことが一定数僕は人間かなと思っているんですよね、っていうぐらいです。以上です。はい、投票します。そうだな、占い師でハイブリさん白です。もう出ちゃいますね。ちょっと渋りたかったけど。投票な。千葉県さん、対抗の白酒だけど、僕は印象はよ悪くはないので、まいまいさんに投票しておきますね。投票します、投票地人間だと思えたのは今木、その工藤丸、弘樹の人間を消したりのがしっくりきました。あ、6つ預言者に入れた人に入れるのもむずいしね、マイマイとかもか。いや、もう超消去法、高田さんに入れます。はい、投票します。投票は工藤丸さんに投票します。正直こうなると結構きついなと思ってたんですけど、なんか結局どこを釣ったら情報になるか、明日につながるかって考えた時に難しいんですよね。ハイブリさんを釣るっていうのは自分の中でなくて、正直高田さんか工藤丸さん、どちら、言い方悪いですけど、どっちでもいいかなって現状思ってます。地獄、何これ、最悪。こんなことになるんだったらあんなことやんなきゃよかったってすごい反省してますし、お前ほんとやってくれたなって多分新予言の人どっちか思ってるだろうし、新予言他いるかもしれんし、最悪だわ。でもこれで決戦にしたらそれはそれでもうクソみたいな感じだから、ちょっと僕はもうこれは申し訳ないですけど、初日の責任は僕が取りますね。取るって言ってるんですけど、ちょっとマジ投票迷うな。いや、分からんけど、気持ちは、まあ、俺は高田健志さんかまいまいさんのどっちかかなって感じ。高田健志さんに投票します。それでは投票の結果、本日処刑されるのは高田健志さんです。では最後に遺言をお願いいたします。まあ、なんかこの感じになったら俺釣られるんだろうなっていうのはもう予期してました、正直。笑ったもんな。あー、マジか。梅剣がハイブリシロなんだね。いや、これわかんねえな。いやー、まあどうしようもないですね。なんとなく俺が自分がグレーの中にいて、こういう盤面になった時に俺があの発言をしてハイブリさんに投票していると、おそらくなんとなく俺は俺に投票するだろうなって思ったので、梅剣が出てハイブリシロはもうなんか最悪だなと思った。だから梅剣が人外だったら素晴らしかったと思います。はい、まあ、以上です。それでは高田健志さんマイクのミュートビデオの停止を押してください。高田健志さんを処刑したにもかかわらず、恐ろしい夜がやってまいります。
生存した皆様はビデオの停止を押してください。それでは皆様おやすみなさいませ。本日の犠牲者は10番元気さんです。元気さんはビデオの停止を押してください。それでは現在11名生存です。皆様話し合い開始前にマイクのミュート解除、マイクのミュート解除お願いいたします。8分間の話し合い開始してください。どうぞ。おはようございます。おはようございます。どっちから先に結果言えますか。慎太郎くんから聞きたい。 OK、 早振りさんが人間です。ザッポンさん白。じゃあ僕から占い理由を言いますね。ハイブリさんの色を見れば梅系さんの色まで見えるかなと思って占いました。梅系さんが、ハイブリさんに黒結果出ればほぼ梅系さん狼かなと思うし、で白結果だったんで僕結論梅系さん強人で見てます。梅系さんが狼だったらあのままハイブリさんを処刑すればいいだけなんで、ハイブリさんの白を見たことによって梅系さんを強人で推理していてグレーを詰めていきたいって感じ。はい、はい、梅系は20秒白リレーをしただけで発言をするなんかしなくていいポジションに行った3人からまず必ず占おうと思ってました。で自分の白先のハイブリさんでマイマイさん仮に白を引いた場合に2人が僕を死んで見たらわだかまり終わるからいいんですけど、あの死んでおけない場合が白先同士の戦いになるのでめんどくさいので色をつけなかったマイマイさんは。ケイさんは別に狼あるけど僕視点ハイブリさんを外し慎太郎さんを2指定の候補に含めてくれたからあの占う位置じゃない今日。勝共はでザッポンさん、ザッポンさんの白黒見えたらっていう理由ではないです。カングレ手挙げます。多分カングレ2になりますよね。1,2,3,4,5,6 人で、で僕がカリウドです。うわー最高ナイス。ので今日この5人から処刑していくっていうような形ですね。はい、今木さん、ひろきさん、まいまい、工藤さん、カラスマさん。僕推理言っていいですか。なんか白先の感じから怪しまれて白を打ってることから、預言者が、あ、占い師が、本物と狂人だと思ってて、だから、隠し色を作った慎太郎さんの方が今日は印象いいねんけど、昨日の段階なら柴犬さん白なら出なくちゃならないなと思ったからマイナスもあったんで、まあ、結果フラットに戻ったっていう感じかな今日の占い先で、うん、っていう感じでグレーは今から精査です。以上。すいません、ちょっと聞きたいのが占い師を慎太郎さんがある前に柴犬さんに投票した人ってグレーでいますか。いや、マイマイさんとザポンさんだけだ、ね、だけか。ありがとうございます。マイマイはそれ聞いてどうしたかったっす。柴犬さんがめちゃくちゃ怪しいのと慎太郎さんがめちゃくちゃ偽物にごめんなさい見えてしまった理由は、うんうん、慎太郎さん柴犬さんの話で進んでいたのにもかかわらず柴犬さんの白先を知っていた慎太郎さんのカミングアウトが遅かったと私は思っちゃう、うん、じゃあ弁明だけさせてほしいんですけど、初日と進行って3指定みたいなもんじゃないですか。だから別にそれまで待てばいいかなと思った。じゃないとその進行をする意味がないから。一応3人が柴犬慎太郎どっちも選ばない可能性はあったので、別に選ばれてから出ればいいと思っていたし、なんなら僕は梅犬柴犬から疑われているけど、僕からはそんな疑ってないよっていう意見も落としてるんで、一応柴犬さんをかぼうとはしたつもりです。なんかグレーの意見じゃなくなっちゃうんですけど、なんか占い師の精査的には梅健さんの方がいいなと思ってて、なんか昨日途中でなんか白リレーで最初に挙げられた人が投票先決めるっていうので、その投票先を決める人同士で投票ができるっていうのを気づいた時に、なんかそこ誰かがその白リレーで最初に決まった人に投票するってなったらそこを釣りたいなって考えてたんですよ。で私が占い師の立場だった場合にそこに占うっていうのはすごいよくわかるんで、なんか梅健さんの方が印象が良くなっちゃってます。なんか自分の考え方と近いっていうだけですけど、でも柴犬さんは個人的には別にそこまで怪しくは見てないです。マイマイさんが柴犬を疑ってる要素ってどこなんですか。慎太郎さんはまずそもそも白浮きしてしまってた初日があったんですけど、そこからの返し方が人間じゃないと思っちゃったんですね。ただ白先に当たっちゃったから票が流れなかったは分かるんですけど、その後2票2票とかが続いているから、なんかここの構図が3浪いる構図じゃないなと思ったんですよね、この票のブレ方が。ってなるともうすでに囲われてんじゃないかなってなった時に、梅犬さんの方が心配から柴犬さん疑わしいってなっちゃってるけどっていうことです。まず一旦は今木、梅健さんに1個質問していいですか。どうぞ。梅健さんってまだ柴犬さん囲われてないと思ってますか。いや、わかんないです。占うつもりはないです。ああ、なるほど。
なんか殴り合いでも柴犬さん狼だったら後に村人が勝ちそうなので。はいはいはい、なるほど。ごめんなさい、 K さんって前までどう思ってます、評価してます、今。まあまあ評価してるんですけど、多分僕が言わない方がいいですよね。生き残る人たちが怪しいと思うなら処刑した方がいいと思います。OK、順序的に今木さん、マイマイは若干外し気味なんで僕、まあ、今木さんに関しては心象の問題があるんでバイアスかもしれないけど、うん、まあ、カラスマかヒロキさんの2択だな、これな。わかります、僕は同じ派閥。うい、安心しました。ヒロキさん誰投票でしたっけ。僕高田さんですね。あ、でありがとうございます。まあ、この中だった今木のことはやっぱり人間だと思えてて、昨日の視点プラスなんか今日の梅健さんへの質問、今の質問もなんか字のなんか偽物を探ってる、ちゃんとした思考してるかなって思ってて、俺は柴犬のことは人間だと思ってるから、マイマイも一定数怪しい派の方、計算に怪しまれてるけど、うん、理由だけ今木さんを人間らしいと思った理由聞いてもいいですか。あ、昨日の投票中に工藤丸ひろきのことを人間だと言った、俺も投票するのは高田さんだと思って投票先が一緒になったこと含めかな、うんうん、ありがとうございます。難しいな。カラスマってどう、このグレーどう思う。あ、私はもう工藤さん以外に入れるつもりはないです。あ、そうなんだ、うん、工藤さんってグレーですよね。あ、グレー、うん、グレーです。あ、ごめん、一個だけいいですか。昨日、誰かが柴犬さんの表情精査をしましたけど誰だっけ。起点は OK です。今木です。あ、OK です、それだけです。カラスマさん、それって工藤丸さんがなんかこういった部分で黒いのか消去法的な どっちな感じなんですか。ああ、黒いとかじゃなくて、なんか状況的に考えた時に霊媒がもういなくて、でひろきさんと戦う理由が今はないなと思っているので、なんか別にひろきさんを釣りに行く行動をするぐらいだったら今日自分が死んだ方がマシまであるんで、なんかひろきさんを釣って私の中で何かが変わることがないですね。マイマさん、結論誰に投票しそうです。今悩んでて、カラスマさん、工藤丸さんには投票しないって思ってます。なのでひろきさんに結構投票しちゃいそうだし、人狼少ないなって気がするんだよな、どうやっても。なんか昨日高田さんで来るそれたら楽観的だけど、それはめちゃめちゃロックされてるんだな、じゃあ。うん、全然高田さんが黒の可能性もあるから全然それは、うん、僕説明するのがすごい下手だったから、なんかそこの要素は多分前々に疲れてるのかなと思ってるんだけど、事実下手だったから僕何も活かせないんだよな。ちょっとだけいい、個人的に工藤君が昨日俺に投票した理由だけもう一回聞いてもいい。あ、ほぼ白黒じゃないんですよ、まず理由が、うん、分からなくて白黒が全員、まず慎太郎くん怪しいしか分からなくて、うん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 、ハイブリさんが一回なんか村の議論として、なんか慎太郎くんからスマ工藤の噛み合わない部分を、うん、いやでもなんか広げ直したような印象があるから嫌な感覚を覚えたってところです。あ、そうか。要素じゃないんですよ、は好き好みで やりました投票は。うん、理由が分かればそれでいい。これはどちらかというと慎太郎からスマを外してっていう意見でした、あの時は。まあいいです、ごめんなさい。まあ、言っとくと、僕初日の投票時点で梅健さんを疑うこともないと思ってたんで、今日カラスマとひろきさんの話し合いが終了となりました。投票のお時間です、どうぞ。あ、先に行きます。投票は工藤丸さんに入れます。僕の現状のスケールを落とすと、僕はまいまいさんとひろきさんが村同士かなと思ってます。結論はまいまいさんとひろきさんが村同士かなと思っていて、だからカラスマさんの今のひろきさんを処刑しても何も変わらないっていうのも村に見えてるんで、この3人が現状白いと思っていて、工藤丸さんに投票する理由は、今木さんが柴犬さんの表情精査をして、それに分かれていった乗ったのが工藤丸さん、かつ僕が怪しまれていて、それに乗ったのも工藤丸さんなんで、僕目線で一番人類近く工藤丸さんだからって感じ。この、はい。工藤丸投票します。カラスマみゆきさんに投票します。で、さっき言ったんですけど、昨日の梅健さんが死をする、まあ、前もう慎太郎くんが回避した時点で俺はもうめちゃめちゃ怪しいと思ってたんです。で、しぐらないが出てくるかもうすでに投票しちゃってるからと思ってて、それを見るために一回僕待ったんです、投票。ただ誰も動かないからもうしょうがないから投票、分かんないけどハイブリさんに1票適当に。で、梅健さんが死をして俺はもう梅健さんを疑うことはないなと思ったんです、あの死をの仕方から。で、今日梅健さんとか慎太郎くんの精査をしてるカラスマとかひろきさんが変だなと思ってるから、その2択で絞ってました。はい、投票します。投票は宣言通り工藤丸さんに投票します。
まあ、正直な話、ここで私はひろきさんをに投票して、ひろきさんが釣られてしまうと、なんかどっちかの占い師から絶対黒一にされるなと思ってるんですよ。で、棋士の目線的にも、九度丸さんの視点で烏丸ひろきのどっちかを落としたいっていうのがなんか合致してるんで、まあ、正直私の目線では、なんかひろきさんより九度丸さんを落とした方がやりやすいっていうだけです。はい、別に工藤さんが黒いって言ってるわけじゃないです。以上です。投票します。間違っていたら申し訳ない。ひろきさんに投票します。私は烏丸さんと工藤丸さんが白白同士だと考察している人間です。でハイブリさんにお伝えすると、その更新がないっていうのは私の中で更新がないみたいな感じの言い方を多分間違えちゃった可能性があるので申し訳ない。ただひろきさんの人間要素って高田さんが黒だった時に別に人間要素になるけど、高田さん白のケースを今日追ってるから、ひろきさん落としが私は、ま、いいかなって思っちゃった。今木さんひろきさんのどちらかがいいかなって思っちゃったって感じです。はい、梅県投票します。ひろきさんに投票します。慎太郎さんは強人だと思ってます。慎太郎さんが狼でハイブリさんに白を重ねてしまったら、まあ、僕がなんか僕のことは多分強人としか言えなくなるし、なんかあんまり得がないかなっていう。だからまあ自分の隠し色作りで自分の非強人アピールしてる強人かなと思ってて、工藤丸烏丸にいて1、柴犬さん僕は柴犬前もあんまり疑ってないとなると、今木ひろきが余ってくるかなっていう。この2人にどっちか村いる場合は高田さん同士の可能性もあるかなって思ってます。あ、投票します。マイマイに投票します。昨日ハイブリさんって、俺のことを人間って言ってくれた人間を、マイマイって確か殴ってたような気が思い出したんですけど、違うかった、ごめんなさい、今思い出した推理なんで。で、今き人間やと思うのは、僕が霊媒師やからです。高田さん人狼やったからです。で、今日は狂人のふりして預言者に心境がいるって言って、噛まれないようにしてました。以上です。今木投票します。投票はひろきさんに入れます。ひろきさんのこと人間だと思ってたんですけど、多分偽物だと思ってます。ちょっと待って、難しくない？いや、投票するまではひろきさんとか工藤丸さんは僕の視点だと結構疑いにくいじゃなと思ってたので、そこの精査を村の皆さんに頑張っていただきたいなと思いながら、烏丸さんに投票しようと思ってましたが、ちょっとすいません、思考がまとまっておりません。投票します。ひろきさんに投票します。ひろきさんが新霊媒だった場合、対抗位置が強人になるので、慎太郎梅家に人狼がいます。その場合僕を隠し色にすると、マイマイという人は僕にヘイトを向けていて怪しまれる位置になってしまうので、慎太郎梅県どちらにしても仲間の位置じゃない、そこに投票していることが一番の疑い要素なので、ひろきさんに投票します。千葉県投票します。いや、考えてることが一気に崩壊してしまった。ひろきさんに投票します。慎太郎さんが偽物の時は強人、梅県は何でもあるんだろうなと思いながら議論を聞いてました。マイマイさんに関しては疑われてはいますが、柴犬のせいだと半分思っているので、これに関してはまあ、しょうがないかと思っているのと、初日から行動性の一環はあるなって感じ。梅県が偽物だった時はザッポンの精査をしなきゃいけないから、ザッポンの話を重点的に聞きたいけど、まあ、ただね、計算とハイブリさんが基本的に襲撃される構図になるだろうから、やっぱり精査だね。はい、あんまり釣り対象が今日生まれなかったなと思ってました。以上です。はい、投票します。ひろきさんに投票しますね。まあ、まあ、いろいろさておき、まいまいさんのことが人間だなっていうより、僕は今日思えたかなと思います。まいまいさん視点から今木さんに対してもなんか視点が伸びたところがすごく印象いいなっていうふうに思ったので、より人間かなっていうふうに思ったっていうところですね。ひろきさんはまあ決まるけれど、まあ、基本的に偽物かなと思ってます。以上。投票します。ひろきさんに入れます。ひろきさん、霊媒結果黒と言ったんですが、まあ、特段皆さん頭から除外して考えてもらって大丈夫です。ローラーという形式になったので、明日占い結果以下ですが、白白ならグレー釣りでもいいです。
黒黒なら黒ローラーでもいいですというような形で、まあ、占い師さん進めていってもらえたらと思います。ひろきさんが人狼の時はまいまいさんが黒くてカラスマさんが白くなるみたいな感じだけど、そこまで考えての手にはあんまり思えんなって感じ。それでは投票の結果、本日処刑されるのはひろきさんです。では最後に遺言をお願いいたします。まあ、潜伏が許容されると思ってなかったし、今日僕が死ぬと思ってなかったから急に出たから偽物っていうのは仕方がないかもしれないけど、昨日からやってたこと、元気があの作戦をして途中までして人狼で足跡を残すことをしないと思ったから、まず強靭だと思いました。昨日の投票中、慎太郎さんが工藤丸さんへ、梅健さんがマイマイに入れたから、占いの投票した方に、投票したくないと言いました。占いに人狼が出てると思ってたから、かつ高田健さんの人狼を見たので今木をめちゃくちゃかばってました。うん、で今日の投票のマイマイは、仕方がない、今木を人間だと思ってて、ひろき今木を疑い位置に一番入れてくるから、梅健の方が真に見えてます、俺目線、うん、っていう推理です。うん、ごめんね、出たタイムが悪いから偽物は仕方がないかもしれんけど、結果を見て俺から見える目線かなを伝えました。うん、偽置きだけはしないで、高田健さん人狼やし余裕ぶっこいてました。うん、ごめんなさい。うん、頑張ってください。預言者の信用書になると思うんで預言者に託します。この村以上です。それではひろきさんはビデオの停止を押してください。ひろきさんを処刑したにもかかわらず恐ろしい夜がやってまいります。生存した皆様はビデオの停止を押してください。それでは皆様おやすみなさいませ。本日の犠牲者は羊飼い K さんです。羊飼い K さんはビデオの停止を押してください。それでは現在9名生存です。皆さんマイクのミュート解除、マイクのミュート解除お願いいたします。3日目の話し合いを7分間で開始してください。どうぞ。おはようございます。ここから結果言いますね。ザッポンさんが人間です。はい、柴犬さんが人狼です。ほう、まあ、占い理由から言うと、そうなの、基本的に僕が陣返しされていたから多分僕がグレーを占って、まあ、黒ならいいんですけど白結果の場合多分村目線ノーミスにしかならないかなと思ったんで、ザッポンさん占い、まあ、黒なら黒でいいし白なら多分村の阻害にならないからそういう占いです。はい、占い理由は基本僕が初日に噛まれると思ってました。僕が噛まれなかった、二連噛みされなかった時点で人狼がワンチャン信用勝負に来てると踏んだ場合に、信用勝負に来てるなら僕が信用上がる占い方をすればいいとなったら、白崎の雑本さんだったり、昨日めちゃくちゃ白かったまいまいさんだったり、今木さんが初日に柴犬さんへの問いかけだったりで、柴犬さんで白出たら村人の思考を更新できるし、黒出たら明らかに信用が爆上がりするので柴犬さん占いました。一つ質問なんですけど、ひろきさんの心霊部屋追ってる人ってこの中にいます？俺ちょっと追ってますよ。まあ、どっちでもいいかな。どっちもいいけど、偽だと忘れようとは思ってるんですけど、なんか高田さん黒がどうしてもなんか、マジで忘れきれないって、なんか無駄になっちゃってるんですよ。高田さん黒はあるかなって思ってました。ひろきさん強靭で、高田さん黒とかはあるかなとか思いながら、ひろきさんはあったらそれで、ね、ないなと思ってます。ひろきさんが強靭だったときに、占いに塩を出てる環境下で出るのって、僕割とそのパッと出るのってすごい強靭っぽいなってすごい思ってたんですけど、盤面濁しかねんなと思ったから、僕出るなら人狼の方で盤面崩しに行ってるかなって正直思ってるんで、僕は慎太郎さんが本物の梅犬が強靭の方に固まってるかな。今は高田さんが人狼じゃないと思ってる。今今日はどうします、白崎のお二人、ハイブリさんとザッポンさん。まあ、クロロラっていう理由で柴犬さんからして次の日慎太郎さん詰める進行でもありだし、うん、の方がいいかなと思っているけど、うん、一応占いも進路だと僕は個人的に思ってます。お、了解、強靭だと思ってます。ひろきさんが了解、うんうん、ザッポンさんは、あ、僕も基本的に同じ柴犬さん処刑でいいかなと思ってますし、うん、あの出場の内訳もハイブリさんと近いってか同じですね。はい、はい、ありがとうございます。柴犬さんのなので考察もしくはあとグレーカラーの推理とかも一応残せるなら残してほしいです。一個だけ、私って別に白いですか今？まあ、僕は今現状結構白かったかな。じゃあ一個だけその強靭じゃないなって思った要素あります、ひろきさんが。だから必要だったら言います。それぐらいです。はい、
ちなみに僕も割とヒロキさんの心霊媒を追ってます。というのもね、梅木さんが割と狼なんじゃないかって今整理が変わってきたんで、でかつヒロキさんが狂心でも狼でも出る理由があんま見当たらないんですよね。あ、先でちょい巻きさん。一応、ちょっと霊媒の話皆さん言及してるんで、ちょっとだけ僕が思ってること言うと、元気さんが狂人だった時に高田さんに決定票打たないかなって思ってました。うん。元気さんが狂人の時って心霊媒が潜伏してることが分かってて、かつほぼ飛躍色を僕は高田さんに透かしてたと思うんで、うん、そうなったら最初の方に票を持ってたまいまいさんとかに決定票の方が良くないって僕は思ってました、うん、っていう一応ことを思ってます。はい、すまさん。あ、はい、そうですね、ひろきさんに関して1回はそれですけど、ひろきさんが偽でなおかつ梅木さんが偽だった場合、ひろきさんが狼で、慎太郎さん死んだと梅健さんが狂人に見えます。私のですね、あの梅健さんが偽だった場合ですね、雑本さん占いが、囲いに行く占いで、で慎太郎さんから今日から雑本さん白っていうので囲ってないっていう状況を見ると、狼っていう行動よりは狂人、あって狂人かなって考えてます。でも基本的にやっぱり雑本さん白が出てしまってるんで、慎太郎さんの目線で梅健さんが真に見えちゃってます。柴犬さん釣りで、ハイブさんと雑本さんってマイマイさんにこれから縄をかけるのってどのぐらい考えてます？限りなく俺はゼロ、うん、現状は考えてないですね。まあその場合は今木さんが死にます。柴犬さんつって僕が仮にかまあ、僕が生きてる場合は信用占えるから、あの何とでもなるんですけど、うん、僕が噛まれた場合は今木さんが基本釣られて、工藤さんと烏丸さんの二郎をみんなが追うか追わないか、追わない場合はまあ今木さんから釣られて、まあ、慎太郎さんと今木さん釣られて、最終で工藤からの戦い、うん、うん、で白崎に狂人いたらまあ G エンドぐらいが一番丸いから。烏丸さんって初日ってどなた投票されてましたっけ？はい、投票先工藤さんです。不動産投票で2票を作ってる構図。柴犬視点は、まあ、梅犬進路、僕はひろきさん結構人狼だと思っちゃってるから、進路進路の構図もなくはないかなと思ってるけど、その前に梅犬が昨日まで出したスケールを変更して、進めを変える必要がそんなにないかなって僕は思っちゃってるから、基本的には強靭で、もう騎士まで襲撃されて、やることがなくなって、普通に柴犬黒の方が信用勝負として普通に勝てる可能性を、未来を描いた構図かなって僕は思ってるのね。で、そうなった時に、今木さんと工藤さんと、カラスマさんとマイマイの中に2匹人狼がいなさそうだなって僕の推理の中で思ってる。その軸がカラスマさんなんだけど、現状カラスマさんが人狼じゃなさそうって推理です。今のところまた話して聞きたいので。柴犬さんってすみません、ひろきさんのこと人狼だと思ってるんでしたっけ？ひろきさんのこと人狼だと思ってます。はあ、なるほど。だからヒロキさんが人狼で霊媒使用して投票のうんぬんかんぬんとかって話はライン切れの可能性はあると思ってるけど、初日の2票に並べた構図で4票を作りに行ってる構図で、その中でマイマイさんは投票宅に入っていなかった。カラスマさんと工藤さんの2票が 100% ないと僕は思ってるので、ヒロキさんとの関係とかも考えると人間かなって感じで思ってます。梅犬に1点だけ伝えると、梅犬が噛まれた時って柴犬さん人狼が出ている、霊媒がどちらかが人がいいで、梅犬噛まれた場合って慎太郎くんまで釣りが絶対入るので、グレー1に白人外を考える懸念はなくていいかなと思ってる。あ、まあ一応白し、あの、しん、あ、そっか、新郎白だったら終わりか。そう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 、そのまま慎太郎くんまで柴犬釣り、慎太郎さん釣りで、マイマイさんが雑本、初日雑本さんに続いて2票目を柴犬さんに重ねてることから、確実に3指定じゃなく2指定に絞ったのはマイマイさん、柴犬さん、うん、狼の時候補から外した場合に、まあ、残り3人にニナは尖ってる推理だと思うけど、まあ、私は柴犬さんと慎太郎さんで終わると思ってます。ひろきさんが本物で高田さんが人狼だと思ってます、うん、だけ あるっちゃあると思う。あ、そうやったらラッキーだなぐらいしか考えてないかな。ラッキーって感じです、うん、そしたらだから噛めないってのもあるかも。それでは話し合いが終了となりました。投票のお時間です。投票どうぞ。はい、投票は梅健さんに入れます。まあ、僕目線なんで今日梅健さんが狼に変わったかっていうと、梅健さんが狂人だった場合って格好得てないんですよ全然。だから狼から見て今日まで心境が分からなかったんだったら、もっと早くに髪が入るんじゃないかなと思うんですよね。これだけ梅健さんが信用を得てるんだったら、多分狼から見たら梅健さん髪楽だと思うから、で僕は残って死んでも勝手に信用で釣られるんで、今日まで髪が起こらないことを見ると梅健さんが普通に狼なんじゃないかと思ってて、だからこそ僕ヒロキさんのシーンはあると思ってるんですよ。狂人っぽく見えないから、
結論はなんか梅県駆動高田三郎とかかなって思ってるわ今のところ。不動丸投票します。まあ議論中はいいかなと思って霊媒師には触れなかったんですけど、まあ結城さんが回避目的の使用じゃないこと明らかにと、まあ、今日梅健さんが噛まれてないことからひろきさんの宝さん人狼結果っていうのを込みで、まあ、本物っぽいし梅健さん僕はまだ信用しているので、まあ、柴健さんと新太郎くんで終わるんじゃないかって前々の推理にも、まあ、一定数理解を示してます。で今日カラスマの意見が結構俺いいなと思っちゃったんで、別個ですよ、軸は別個として。グルーに関してはわからん。牧さんの再生産はしたいな。柴健さんに1票。はい、今期投票します。投票は柴健さんに入れます。そうですね、一応柴健さんが人間だった時のことをずっと考えてました。今期が人間なんですけど、なので梅健高田の二郎はないんじゃないかなって思ってましたけどね。高田さんがハイブリさんに2票目を重ね、新占いが潜伏してるかもみたいな話をし、梅健さんがハイブリさんに白を当てる構図が梅健高田朗朗だとあんま思ってないかなと僕は今思ってます。以上。はい、柴犬投票します。投票は梅犬に投票します。柴犬は結構ひろき今木プラスアルファなのかなと思ってたんだけど、どうなんでしょうね。うーん、梅犬自身が人狼だった構図の場合ってまあ紙入れない、慎太郎さんが言ってる、まあそれも別に分からんでもないなと思ってるんだけど、その場合はどういう三郎構成だったんだろう。なんか梅健と高田健さんの老老同士 100% 僕はないと思っちゃってるから、なんか結局人外数が合わないなっていう感じの結論なんで、基本的には強人かなと僕は思ってますがって感じですね。以上です。はい、投票します。柴健さんに投票します。そうですね、占い霊能で、まあ、全視点で2人外で、僕視点は柴健さんで3人外、カラスマクド、今木、まあマイマイさんも一応ある。まあ、僕が噛まれた時はもうあとは二縄でね当てるっていう感じなので、マイマイさん含まなかったら、まあ、66% ぐらいで勝ちなのかな、含んだら 50% また任せました。僕が噛まれなかったら高田さんね普通本当に人狼だったかもしれないですね。それはあるかもしれない。はい、投票します。投票は柴犬さんにします。まあ、そうですね、基本的になんか今の議論を聞いてる限りだと梅犬さんが新宿では釣られないとは思ってるので、なんか慎太郎さんがなんか新ってなった時になんか釣られないように考えとけばいいかなって正直思ってます。なんか今回なんか推理と言えるような考察が全くできてないんですけど。なんだろうな、なんかまいまいさんの言った柴犬さんともう慎太郎さん連れて終わるっていうのもまあ分からなくないんだけど、なんかまいまいさんが人狼だったらすごい不利な発言はしてるなとは思いながら聞いてました。以上です。はい、投票します。柴犬さんに投票します。実は前日に柴犬さんの怪しさっていうのを解除したんですけど、そうなると私視点だけは烏丸さんと工藤丸さんの二人狼が否定されて、かつ今木さんとひろきさん、例えばひろきさんが人狼だった時足並み揃えて高田健さんを守りに投票する構図をひろきさん自身が出しているって話になり、結局私の中で人狼が足りないから高田さんはきっと人狼で、じゃあひろきさんが強人だった時今木さんしか守れない結果になっていると思うんですよ、高田さん黒って。だから私はひろきさんが本物だと思っている。なので噛めない理由も慎太郎さんが人狼でしっくりくるなって感じです。はい、昨今投票します。時間が大丈夫かな。柴犬さんに投票しますね。今木さんと同じようなところをひろきさんに関しては抱いてて、ただ僕ひろきさんは偽物かなと思ってるんですよね。高田さんの黒を見るなら梅犬さんっていうのが狼って限りなく薄いのに、ひろきさんって開口一番に慎太郎さんの本物が上がったっていうような言い方をしてたことが僕の中で気になってる、引っかかってるところです。で、まあ、グレーに関してはマイマイさんが一番白いかなっていうふうに思ってて、地点工藤丸さんが白いかなと思ってはいます。カラスマさんも結構いいんですけど、ね、今木さんちょっと分かんない。ハイブリさんの強者切ってます。以上です。はい、柴犬に投票します。まあ霊媒心境どちらで剣士が人狼かどうかっていうのはまあまあとりあえず置いといていいとは思ってます。
まあ、強人っぽいというか、まあ、推理の中で出していただくのは全然結構ですが、そうだね、そこの心眼さ関係なく慎太郎柴犬の二郎が固いなと今は思っています。以上です。それでは投票の結果、本日処刑されるのは柴犬さんです。では柴犬さん、遺言をお願いいたします。そうそう、慎太郎柴犬の二郎の否定を多分話した方がいいんだな。柴犬はマイマイさんとザッポンさんと K さんが3人投票者を選ぶって中で慎太郎さんに対して疑いを向けた人物で、慎太郎さんが人狼だったら柴犬はザッポン警戒しなきゃなって言ってる中、ザッポンさんを隠し郎にしてるんですよね。なんか慎太郎さん狂人、柴犬人狼の否定材料は正直ないんですよ。正直ないけど、狼同士でそこまでやって、どうなんですかってところは考えてほしいかなって思う。僕も単体だけど、マイマイ僕は人間だと思ってる。で、ヒロキさんが高田さんを人狼ということで、ヒロキ、イマキの二郎を守ろうとしたんじゃないかなっていう推理。梅犬が狂人か人狼かは判断ついてないって感じです。はい。あとは皆さん、頑張ってください。以上。それでは柴犬さんはビデオの停止を押してください。柴犬さんを処刑したにもかかわらず、恐ろしい夜がやってまいります。生存した皆様はビデオの停止を押してください。それでは皆様、おやすみなさいませ。本日の犠牲者はザッポンさんです。ザッポンさんはビデオの停止を押してください。それでは現在7名生存です。皆様、話し合い開始前にマイクのミュート解除、マイクのミュート解除お願いいたします。6分間の話し合いを開始してください。どうぞ。おはようございます。工藤丸くんが人狼です。よかった、マジで。今木さんが白です。今日は何としてでも工藤丸くんを釣ってほしくて、まあ、占い理由から言うんですけど、僕は割とヒロキさんを信じて推理してるつもりで、だから梅犬さんを狼で追ってます。ヒロキさんの宝剣さん苦労を信じるんだったら、投票から今木さんは占う人ではない。で、烏丸さんっていうのもヒロキさんを釣って何の意味があるんだって言ってる人物さんで、基本的には白い。マイマイさんに関してはね、僕はなんか、報道は人類っぽく見えるんだけど、ただ一向に慎太郎柴犬をずっと追い続けるのが間違ったら村人っぽく見えたんで、最終結論工藤丸くん占いって感じ。で、多分これってね、流れ的に初日慎太郎柴犬が怪しいからってのがずっと続いちゃってると思うんですよ。それが2日目、3日目と変わり続けてないから、なんとか今日工藤丸くんを釣って僕に話す時間を与えてほしくてって感じです。工藤くん自体は釣り縄飲めるよね。あ、その想定で、はい。うん。あ、いや、詳しくは後で言うんですけど、ちょっとごめんなさい、梅犬さん結果聞けてないんで。今木さん、今木さん白。なので梅犬視点って慎太郎くんがラストウルフ、もしくは烏丸さんかマイマイの中にラストウルフってことだね。はい。はい。じゃあちょっと時間をいただきます。昨日梅犬さんを噛む。どうだっけ、2日目の夜か、噛むチャンスは狼にはあったと思うんです。俺は要は K さんの護衛先が初日霊媒によってない時点で梅犬さん護衛で、2日目の夜に噛めると思ってました。僕はただ噛まなかったのが、正直俺梅犬さん爆心だと思ってましたけど、ちょっと不安なところで、仮に慎太郎くんがまだ狼の場合に、僕は今日黒打って釣り駒にするか、今日俺を噛むかの2択しかない。基本的に黒打ちの方が有効って思ってたんで、今日慎太郎くんから白もらって、かつ俺が生存してたら梅犬さん偽で見ようかなって思ってたんですけど、まあ良かったなってところで、しかも今木さん白なんで、基本的には烏丸ラストルフっていうか、あれか、慎太郎くん釣った後のラストルフ想定でもう間違いないかなと思ってます。基本僕はもう信用勝負さえ負けなければ勝ちルート、噛まれなければ工藤さん釣って、まいまいさんが烏丸さん占って白を引いた時に、明日信用勝負で慎太郎さん先釣って残った方釣れば勝ちなので、で僕は釣り駒に使っていただいて、その分梅犬さんが占って確実性を持った進行すればまず負けないと思ってます。まあそうですね、僕の深夜病するんだったら、割と村が追ってる慎太郎柴犬二郎の場合なんですけど、その場合どう勝つんだってことを言いたいですね。慎太郎柴犬って意見が全く噛み合ってないんですよね。昨日柴犬さんってヒロキさんを人狼軸で整理していて、僕はヒロキさんを新軸で追ってるから、もうグレースキルもバラバラなわけなんですよね。でかつ梅犬さんって2日目ぐらいから柴犬さんは占うつもりがないと言ってるんで、慎太郎柴犬だった場合に、これだけ梅犬慎太郎で信用勝負に差がついているのに梅犬さんを噛まず、かつ全く違った霊媒師の見方をして、誰の票を得て勝とうとしているのかっていうのが否定要素になるかなと思ってる。僕を狂人で追うんだったら何も言うことはなくなるけど、まあ、それに関しては初日に補足されたからじゃないのかなって、まあ、思いますけど、まあ
でも多分島笛さんのことを疑っていたのって僕前前さんぐらいしかいないと思ってたから正直。あと今木さんと僕。うん、まあ実際票入ってからだからねそこは。白出しをしているのも。まあ僕は結構あどうぞ。あいいですか。一応考えてたのがまあこれなんか今後の保険になるかもしれないんで一応慎太郎さんの新要素だけは挙げておくと慎太郎さんが自身で梅健さんに信用がなんかちょっと劣ってるなっていうのを自覚してての追っかけ占いだったらめちゃめちゃ納得はできてるんですよ自分の中で。最終的に工藤丸さんが黒っていうのはなくはないなというのは考えてます。いや一応釣りに関しては工藤君は絶対今日釣らせてもらって精査を進めるべきだと思う。慎太郎君と梅健の精査を進めた方がいいと思ってる。まあ今木さんとか明日ハイブリさんとかまあ構われて今木さんとかが決断役で今まで喋ってなくて実は梅健偽物で見てましたとか言われても困るんで今のうちに。あ聞きたいこと会話を梅健さんにいいですか。うん、初日にハイブリさん投票したじゃないですか。初日の作戦って釣り対象はもう決まっていたっていう認識でいたんですよ。で梅健さん自身が占い師だった時になぜぶらしたかっていうのを聞きたいです。僕が 何をぶらしたってことですか。ハイブリさん投票したっていうのはシンプルに投票対象がぶれることにはなった。ごめんなさい、マイマイ投票だ、ごめんなさい、マイマイ投票をした理由、ごめんなさい、マイマイ投票した理由は2票目でしたけど、慎太郎さんと柴犬さんがまず、まあ、僕視点は慎太郎さん投票してもいいけど釣れないってなった時のじゃあ誰入れるかってなったら人狼怪しい位置が分かんなかった、慎太郎さんしか僕は見つけていなかったのでとなると自分の白先の印象が悪い人を潰した方がいいなと思ったので前々さん投票。あじゃあハイブリさん強人とかを全く追ってないっていう前提で、まあ、白先最初から強人を追ってたらそもそも推理遅れちゃうと僕は思うんで。わかりました、ありがとうございます。慎太郎さんに質問なんですけど、はい、やっぱり高田さんと梅健さんの朗々が僕はしっくりきてないんですね。あはい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 、そこが慎太郎さんを信じきれない一番の僕の中の理由になってるんですけど。確かに今木さんが言う、まあ、梅健さんがハイブリさんに白を打ったら連携が取れないっていうのも分かるんですけど、なんか結論あえてそういうムーブをしたんじゃないかなと思ってるんですよね。なんか僕が梅健さんの狼を拾ったのって高田さんとつながるからじゃなくて単体でなんで、ここまで梅健さんに髪が入れないことからって感じだから。あそういうことか、まあ、高田さんに票が集まらないと踏んでぐらいしかないかな、理由をつけるんだったら。あの段階ではまだ高田さんって多分1票ぐらいしか入ってなかったから。それでは話し合いが終了となりました。投票をお願いいたします。工藤丸投票します。慎太郎くん1票、まあ、マイマイは弾いていいっていう感覚なんですけど、まあ別に占い結果聞けば分かるんですけど予想だけしたくて、カラスマラストルフになるのが6割、4割宝さんもまだあるかなと思うんですけどね。で、慎太郎くんがじゃあ狼で僕に黒打ちする理由は釣り駒が今日が大チャンスだから、まあ今日かなと思ってましたけど。あと遺言で喋ります。はい、投票します。投票は工藤丸くんに入れます。梅圭さんの人外要素を挙げるとすれば、梅圭さんの思考が変わっていることぐらいかな。梅健さんって柴健さんに黒結果を打つまでは柴健さんが狼だった場合でも勝手に村が追ってくれるから占わないっていう意見を落としているんですよね。でそれを翻して黒を打ってるから僕は多分3日目か3日目に白結果を打った場合にグレーにいる工藤丸くんが処刑されることを恐れたんじゃないかなと思ってる。工藤丸くんに白を打った場合でもラインっぽく見えちゃうからそれを守るために意見を変えたんじゃないかなと思ってます。柴健さんに黒を打って確実な保護できるかない方を。投票します。まあ、黒丸さんに入れます。僕視点別にグレーなので。いうことは大体言った気がするな。まあ、ひろきさんのね、出方はちょっと偽物っぽくは見えるけど、名乗り出たこと自体は無駄になんですよね。確実に。人外だとしても無駄になんですよ。なぜなら、占い師と霊能者で、一人外ずついるよっていう盤面をすっきりさせたので、あの一言で。なので基本慎太郎さんラストルフで追ってますが、はい、まあ一応結果見ます。はい、投票します。投票工藤丸さんにします。遺言で、まあ、時間があったらでいいんですけど、マイマイさんとカラスマでカラスマがなんか結構最
初の方から、ひろきさんとカラスマどっちか釣りたいっていうことも含めて、まいまいさんの印象がずっと変わってない理由をなんか教えてほしいなっていうのが思ってます。なんかこのまま工藤丸さんが、まあ、村でなんかまいまいさんがラストウルフとかだと呪いのように聞いてきそうなんで、そこだけちょっと聞いておきたいです。あ、以上です。今来て投票します。投票は工藤丸さんに入れます。まあ、メケンさんが本物だった時にマイマイさんの髪はさすがにないかなと思いますけどね。メケンさん髪抜きルートで多分マイマイさんラストウルフとして勝利になると思いますし、なんなら今木城なんて残さずに勝てたと思うんでって思ってるのと、そうですね、まあやっぱり現状メケンさんの方が本物に見えてしまうというところはあります。以上です。はい、投票します。工藤丸さんに投票します。一応なんか村の中ではその梅健さんがめちゃくちゃ本物になっているから、私は固くなっているよりは慎太郎さんが人間で梅健さんが人狼の時が一番まずいなと思って今日考えてました。だから当然工藤丸さん釣りなんですけど、なった時にまあ今の発言てか慎太郎さん目線で一個だけ不思議に思うのって、私が人間を起できる理由っていうのが、猪木さん人狼結果を高田さんで見ていると推理をしてんだったら、今木さん人間になった時に私を人狼にしてもいいんじゃないかなって思った点があったんで、そこだけ引きになりました。はい、投票工藤君にします。マイマイは白です。慎太郎梅健どちらかに人狼がいる状況で推理が進んでいるので、その場合慎太郎君の結果も梅健の結果もマイマイを詰める結果になっているので、マイマイは仲間足りえないと思っています。ひろきさんが心霊媒だったら、まず議論時間をすべて逆の推理、答えと正解と逆の推理をさせているので絶対に人外だと思っている。その上で、人狼だったらそれこそ議論中に白結果を出してローラーでも構わないけれども他で精査してくださいとか言えるはずなので、ほぼ強靭置き。その場合慎太郎が白を出している、柴犬さんは白、梅犬は柴犬さんを白いと思っているので、柴犬さんはどちらにしろ白軸でグレーに2浪いるから自分が釣られに行ったの強靭が僕はしっくりくる。そして結果的に慎太郎くんと柴犬さんの2浪でまあ剣士でやったらいいかなってくらいです。あ、ごめん。それでは投票の結果、本日処刑されるのは工藤丸さんです。遺言をお願いいたします。まあじゃあカラスマの質問に対して、マイマイを白く見た理由、初日一番開口一番がまず怪しいと思ったんです。本当は僕マイマイのことなんか下うつむいてたから、それだけで。でもその後のマイマイの議論姿勢が勢いあってすごく印象が良い。要は印象論ですよね、ただので。だから僕2日目に K さんに確認したんですよ。騎士の K さんに、マイマイどう評価します？ K さんもなんかいい感じって答えてて、その後村のみんなが畳みかけるようにマイマイしろって言ってたんで、僕は安心しました。印象論だけど間違ってなさそうだから続いてる。カラスマはまだ不安って思いましたけど、はい、以上です。それでは工藤丸さんはビデオの停止を押してください。工藤丸さんを処刑したにもかかわらず、恐ろしい夜がやってまいります。生存した皆様はビデオの停止を押してください。それでは皆様おやすみなさいませ。本日の犠牲者はハイブリッドセンスさんです。ハイブリッドセンスさんはビデオの停止を押してください。それでは現在5名生存です。皆様マイクのミュート解除、マイクのミュート解除お願いいたします。5分間の話し合い開始してください。どうぞ。おはようございます。今木さんが人間、まいまいさん白、あ、僕視点は今日慎太郎さん釣れたら勝ち確。僕目線も梅健さんがラストウルフかなと思ってます。でそのまま昨日のまいまいさんへの返答なんですけど、僕がまいまいさんを村っぽいなって予想拾ったのは2日目の話ですね。まず2日目グレー釣りにもかかわらず、まいまいさんが僕の城先である柴犬さんを疑ったことが、狼としてコスパが悪すぎること、あとはグレーに三浪打ちが見えないから高田さんで落ちてるんじゃないかって言って、そもそもグレーに黒を塗る気がない人物に見えたことから狼に見えなかった。その白い衣装がずっと引き継がれてる感じだから、僕高田さん黒っぽいってこと。あ、なんか別に高田さんが黒っぽいっていうか、僕はひろきさんが強靭であれをする必要がないと思ってるんで、バレと信じてて、だったら高田さん狼になるんだって感じ。まあでも今木さんの言うその高田研修名家に色っぽくないっていう理由もわかるんで、なんか結局内訳はわかんないんですけど、怖さはないって感じですね。二人外最高、マックス二人外いたら負けじゃないですか、慎太郎さん。多分
いや僕目線カラスマさんがあるんだけど、カラスマさんの人格要素は一切ね、正直ね、うん、ヒロキさんが死んだ場合ヒロキさんをかばっていた人物でもあるし、唯一僕のシーンを追っている人物でもあるんで、はい、まあとはいっても今日釣りを飲むわけにはいかないから梅健慎太郎なんで梅健さんでいいんですけど、まあ、なんか誰も喋れないんだったら、あ、梅健さん喋れます？あ、まあまあ、カラスマさんが人狼の時は、まあ、僕しかないよねっていう、まあ、慎太郎、カラスマが人狼とかだった場合は、あの、まあ、信用勝負の今までの空気感的に隅進行になっちゃうので慎太郎さん釣られたら、まあ、カラス僕視点はカラスマさんがもう白く見えてる、間違いなく、はい、だから慎太郎さんで終わる、慎太郎さん、高田さん、柴犬さんだったんじゃないかなって思ってます。まあ、おそらく、僕が釣られそうな理由って初日の印象が引き継いでいるからしかないと思ってて、だからこそそれの弁明を今からするんですけど、僕の初日の、狼がライン切りをする可能性があるから、ちゃんと理由を持って投票してほしいって言ったのは、狼に安易にライン切りをさせないための抑制みたいなもんなんですよね。発言をすることによって狼が村に投票するんだったら、それはそれで情報になるんで、そういう抑止力的な意味であの発言をしたつもり、まあですね、僕が占い師で確定で色が見れる人物だからこそこの進行を提案したし、で2日目からは自分の信用がないと分かっていたからこそ村の阻害にならないようにグレー、梅健さんの城先を占っていったつもり、ただ梅健さんが途中で思考を変えて柴犬さんを占ったからこそ4日目はシンプルに僕目線黒一刀の黒丸君を占ってるって感じ、それがそのまま梅健さんの、相方を守りたいっていう人外をするもなる、柴犬さんを結果占っているから思考を変えて黒丸君を保護するために。これ一応確認なんですけど、カラスマ視点は別に梅健さん投票でいいですよね？いや、ダメです。他の3人に伝えておくと、レアケースとして慎太郎さん、ひろきさんが人狼の柴犬さんが人狼、そして慎太郎さんがラストルフで狂人が潜んでいる場合は村人が安易な投票して1票差で負けてしまう可能性があるため、必ず票を並べるとか1回こっち入れとこうじゃなく、もう死んだと思う方を残して人外と思う方に入れてほしい。だからカラスマさんが僕に投票したら、僕はカラスマさんが僕を偽だと思ったと思いますって言っておきますね。まあまあ、でも、まあ、どっちにしろ同じことですよね。まあ、私自身狂人が今木さんか前々さんにいるかどうかって話でしょ。うん、そうそうそう、うん、ということだけは伝えておきます。今木さん狂人結構切ってます。私は高田さんへの2票目なんで、初日の。んというのは、そもそも、あ、うん、なんか聞きたいこととかありますか、僕とか慎太郎さんに、ね、僕とかあんまりなんか質問されてないから大丈夫かなってちょっと安心してるけど、質問されずに投票されるのが一番あれだから、うんうん、夢淵大城狂人がいるかもしれない前提でやるって言われたら、結構慎太郎さんに、あの、私が入れる入れないに関わらず多分入れちゃうと思うんですけど、あ、そうか、慎太郎狂人いないんだったら梅健さんでもいいんだよな本当はって思っちゃった今。本当はね、まあ、前前さんと今木さんが私を狼で見ないならそうですね、うん、ただ怖いのがカラスマさんが人狼的なんで、そうそうそう、どの道決め打ちみたいな、決め打ちです、絶対に決め打ち。まあ、あ、まあいいか。まあ正直なんか霊媒とかの打ち明けは僕が外してる可能性もあるんで、シンプルに慎太郎柴犬の色だけ否定しておきたいって感じかな。さすがに慎太郎柴犬が夜時間に内通しているんだったら、霊媒師に対する意見は合わせるよねってぐらいしか僕は主張できないから、でもそこをずらす必要がないから、新宿と偽宿でヒロキさんの差をつけるのがね、二郎どうして。梅源さんって、そう、初日マイマイさん投票か、マイマイさん投票だよ。あ、それでは話し合いが終了となりました。投票をお願いいたします。はい、投票します。慎太郎さんに投票します。残りの3人は先ほど言ったようになんとなくで1回入れることをやめてください。まあ、今木さんが、まあ、なんかちょっと今もしかしたら疑念に抱いたかもしれないけど、僕がマイマイさんに投票した理由は、昨日マイマイさんからのクエスチョンで一応アンサーしておきました。僕の城先の慎太郎さん以外の怪しい人物が分かんなかったから、僕の城先のハイブリさんをなんかすごく戦おうとしてるマイマイさんが、僕からしたら村人でも一応潰しておきたかった人物で投票していたっていう理由をもう一回述べておきます。以上です。はい、投票します。投票は梅健さんに入れます。1回ね、2日目からの僕と梅健さんのことを考え直してみてほしくて、どちらの占い師に正当性があったかを考え直してほしい。僕は割と2日目からは自分が真たる行動をしてきたつもりがあるんで、梅健さんが柴犬さんを占ったことが全てかなと思ってる。
再三言ってるけど、梅健さんはどう考えても柴健さんを占う発言はしていなかったから、そこを拾ってほしい。村が勝手に人狼を追ってくれるっていう意見も確かに残してるから、それを変えなかった、変えないといけなかったっていうのが梅健さんの人狼要素ってぐらいかなです。いや、それは霊媒が出てきたからやろ。投票します。投票、慎太郎さんに、ね、します。まあ、ここまで来て、普通に考えた場合に、慎太郎さんと梅健さんで、比べたときに、慎だと思ったのは梅健さんです。これは変わりないです。ただ、工藤丸さんとの話し合いでもあった通り、ずっと考えなきゃいけないのは、梅健さんに捨てだった時の負け数字というか、まいまいさんが狼だった時の負け数字を考えてます。で、昨日の工藤さんのを聞いて、でちょっとさらに揺らいだんですけど、占いでは梅健さんが死んだと思います。以上です。あ、じゃあ、あ、マキ投票します。ごめんなさい、慎太郎さんに投票します。うん、一応最後まで考えたのは、梅健さん、狂人、烏丸さん、工藤丸さん、ひろきさんの三郎を考えてて、烏丸さんが2日目に工藤丸さん、あ、じゃないわ、ひろきさんを投票対象からにする気がないって言った後に、烏丸、工藤のやり取り、工藤丸のやり取りが、朗々でやるのかっていうことだけを今日ずっと考えてました。結論ないかなと思い、そうなった場合、あ、まあ、いろいろ、思考は置いておきますが、梅健さん本物だと思いました。慎太郎さんに、あ、本物だったらごめんなさい。投票します。慎太郎さんに投票します。烏丸さんが慎太郎さんに投票した時点で、懸念すべきって梅健さん偽物になった時、烏丸さんと工藤丸さんの人狼同士があるかっていうのを考えた時にないと思います。なので今日、慎太郎さん釣りでいいなって私は思っているし、選挙の線も切っているし、今までずっと信じ、あの遺言ですね、工藤丸さんの遺言で K さんに質問した様とか、それに対しての、回答っていうのがあったので、全部血づつまがあった遺言で、めちゃくちゃ人間らしいって信じてしまったので、梅健さんを信じて慎太郎さんに投票します。それでは投票の結果、本日処刑されるのは慎太郎さんです。最後に遺言をお願いいたします。梅健さんが狂人だった場合は負け確なんで、僕が信頼する必要がないから、梅健さん狼ラストウルフにかけて、明日烏丸さんが狼で塗られるんで、僕の狂人否定だけして死のうと思いますかね。あ、いいか。僕が狂人だった場合に、あれだけ梅健さんの白をかぶせて、かつカングレコドマレ君に苦労ってるんで、僕の狂人は否定されているはず。で、明日梅健さんが万が一、慎太郎、烏丸、柴健はないか。待ってね。ないね。あ、いけるいける。僕の狂人さえ否定できれば、多分梅健さんが釣れると思うわ。梅健さん目線って、僕狂人、烏丸狼っていうスケールしか落とせないから、僕の狂人は終われないと思ってる、さすがに。だから、それを持って烏丸さんを処刑して、あ、違う、梅健さんを処刑してください。梅健さん狂人だったら、お見事でした。はい、以上です。それでは、慎太郎さんはビデオの停止マイクのミュートを押してください。この時点で、人狼の数と村人の数が同数にはなりませんので、人狼が全て鍛えました。村人陣営の勝利です。おめでとうございます。はい、それでは皆様、いやいや、ナイス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 、いい、これはなんだ、内訳なんださあ、それではですね、皆様、本日2000大変お疲れ様でございました。ではですね、内訳の発表をまずはさせていただきたいと思います。ちょっとお待ちくださいね、画面を調整いたします。はい、それではですね、まずは人狼の片手を挙げてください。誰、はいはい、慎太郎さん、柴犬さん、バカだからさ、エグすぎる、マジか、じゃあごめん、ひろきさん。そして、本物の占い師が、はい、梅犬さんでございます。いや、そして騎士が、はい、はい、すみません、梅犬さんでございます。勝ったりかと思った。あ、そしてですね、霊媒師が2人出ておりました。元気さんが元気がない。
ひろきさん、ではあなたの役職を教えてください。はい、はい、僕は完璧な狂人でした。ごめんなさい。天気さんが本物の霊媒師でございました。そうなんだ、申し訳ない。ほんまに2日目分からんかった、グレーの人狼。なるほどな、かなってた狂人ってことか。はい、2戦終了いたしましたね。まあ、あの結果的には、あの高田健人狼の結果を、あの当たっている狂人という形でございましたね。はい、いや、初日の作戦からね、強かったんですよね。ざっと前々人七回が人間で、かつ的確な投票をしていて、地獄よ本当。マジすごい、ね、ゲームマスター視点と人狼目線のみなんだけど、元気さんがね、とんでもなくあのしんどい思いをしたんだけど、実は人狼をかなり追い詰めていたんです。確かに。死にそうだ。よかったよかった。ああ、梅剣が占い師をしてハイブリッシロって言った瞬間、俺死ぬんだなって思って。梅剣がね、信用してハイブリッシロ打った時のね、顔がね、もうね、あ、俺死んだわっていう顔、笑ってたもんな。笑ってた。あ、俺死んだじゃん、これ。ミュートしてたけど、なんか声聞こえてたもん。死んだ、これ。おい、高田さん、白なんかなとか思ってたけど。終わったわ。いや、だってもう、慎太郎芝県で残されて、今からボコボコにされながら2人とも死んでいくんだろうなって思って。慎太郎は人狼的こういうとこ多いよな。こういうとこ、まあ、ね、多いんだよな、なんか。しかも梅剣から黒もらうのみたいな。聞いてた話と違うんですけど。しかも、ね、こっちでプラン組んでるんですけど、と僕も芝県はね、芝県は占うの後々かなと思ったんですけど、まあ、3日目に芝県黒が出てね、あの芝県の本音が漏れていたというところで、ね。そうなのって。そうなの？そうですよ。もうちょっと後でしょ？プラダイ理由めちゃくちゃ嘘ついたけど。さあ、ということで皆さん、2戦とも大変お疲れ様でした。